マイプロテインオリジナルフレーバーを作ろう。最高の一味を作ります。今からそれぞれが2種類以上のプロテインを混ぜて、オリジナルフレーバーを作って、はい、でそれを誰が作ったかを言わずにちょっと審査員の方にジャッジしてもらって、うん、ナンバーワンを決めていこうと。はい、はい、そういう企画になってます。散々言うとるけどね俺らはね、はい、マイプロまずいだのうまいだの変な味がするだの草だのそうじゃあうまいの作れよお前らっていう ね、 そうですね。ただ問題は試飲ができないとあくまで想像だけで作ろうっていう、ね、想像だけで今固めてきたんでね、うん、オーダーをね、はい、そう2種類以上割合はもうそれぞれ で、 でだけど1杯分のそう大体 30g くらいに合計でなるように作るって感じ、うん、で水は 200ml、 ちなみにこれも入れてもいいの、はい、お塩もお塩だけ今回 OK にしてます。 OK らしいです、はいよし、はい、では、リカさんから行く？行きます。はい、はい、私はスイートポテトが芋好きなんでちょっと芋をメインにちょっとやってみようかなと思います。ちょっと甘めの中にちょっと塩も入れてちょっとこう何です甘塩みたいな感じでイメージとしてはやっていこうと思います。スイートポテト、ソルテッドキャラメル、さらに塩ももうちょっとこう入れていこうかなっていう感じで黒糖ですね。はい、第1でも全部11でいきます。はい、いきます。1です。多分ね美味しいと思う普通に。1です。1です。でちょっとこのまだ塩入ってるんですけどちょっとさらに塩を入れます塩味の感覚結構入れたっすね。いきます。いやこれは美味しくなるかもしれない。もしかして色可愛くない？なんかミルクティーっぽいような感じでできました。まず紹介させていただきます。タロイモですね。タロイモ、スイートポテト、でダークチョコレート、この3つでやらせていただこうと思います。意図としては芋で全部やりたいなと思ったんですよ。美味しさっていうより芋でいきたいなと。で芋と芋はどっちとも甘めに最後ダークチョコレートを少量入れて味を引き締めると。だから 100がマックスだとしたときに40、40、20ぐらいでいこうと思います。絶対美味しくなる。半分もいっちゃいけんもんね。これ OK、多分 OK、こんなの異物混入するかもしれない、僕だけはい、これぐらいですね。ちょろっとなんか少なくないですか。そんなもんすか。嘘。じゃあ、薄すぎてまずくなっちゃいけんけん、ちょっとまあ、ということよし、これで完成です。匂いだけ嗅いでいい。はい、ミスった顔しとるやんミスった顔しとるやん。おいしそう私はですね、最近出ましたアップル味、スイートポテト味、それと黒糖ミルクティーですね。イメージは秋限定さつまいもアップルパイということですね。だから一番多いのはこれにして、これは多分酸味がちょっと強いんで、これとでこの2つだけだったらちょっとねなんか引き締まらないと思うんで、これでちょっと甘みを入れてあげる。甘みとちょっとそのコク、黒糖のコクみたいなのを入れてあげようと。だから感覚で言ったら2対1対1で入れようと思います。これがかなり甘くてこれが多分さっぱりやから、そこでうまいことまとまるんじゃないかなと。これが多めですね。ちょっと割と比較的多いスイートポテトを多め、このぐらいですね。黒糖ミルクティーは本当にコクをプラスしたいだけなんで、まあ少なめですね。匂いだけ嗅ぎたいと思います。うん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 、想像通り、これは勝ちました。じゃあ僕ですね、北海道ミルク、ナチュラルストロベリー、まさかのこれ書かれてないですけどレッドビーンですにちょっとだけ塩を足して、いちご塩大福、そのイメージでできたらなというふうに思います。で、こいつに関してはあくまでも奥にちょっと小豆の雰囲気あるなぐらいのイメージでいきたいんで、割合のイメージは3、2、1ぐらいの割合だから、まああくまでもこいつが主体ですね、にほんのちょっとだけ味を入れて、しかも引き締めていきたいなと思います。全体の半分のベースの味になるんで、こんなもんすかね。もうちょっと減らすか。よし、このくらいいきます。はい、こんなもんかな。はい、にレッドビーンな、その単体で飲むちょっとあれなんだけど、まあ、隠し味にはいいんじゃないかな。はい、このくらい入れます。そう、はい、本当に気持ちいいっすね。このくらい、よし、これで OK。 もう引き締める程度です。
色が悪くなさそうです。レッドビーン強いな。レッドビーンが強いんよ。これが吉と出るか凶と出るか。OK です。はい、じゃあ審査員のお二人に来ていただきました。男女それぞれもしかしたら味覚が違うかもということで、男子代表、女子代表でやってもらいます。で、1、2、3、4、誰が作ったかわからないよね。はい。じゃあどれが一番おいしくて、一番微妙だったのはどれか、お願いします。じゃあ1からいきましょうか。じゃあ行きます。おいしい。別に、なんか、あれ何味ですか。企画今までひどいことされすぎて美味しいのがおかしいと思ってもしかしたらなんか、いや、僕やべえの来ると思ったんですよ。これ勝負やから、みんなそれぞれ全身全霊かけて一番うまいのを作ろうとしとるから。お、普通にうまい。何味とか多分それこそこれ、芋じゃないですか。あー多分、なんか僕のイメージ、うん、ちょっと薄めの芋、うん、でも甘さもしっかりある感じ。へー、ソイが入ってる。ソイが入ってる、なるほど。ちょっとザラつきみたいな、大豆っぽい、芋、味が豆っぽい。すごい美味しくはない。あーなるほどね、オッケーオッケー。なんか飲めるけど、うん、こんな感じか。中の上ぐらい。なるほど、厳しいね。中の上だったら大丈夫。僕これ分かった、芋とキャラメルだ。へー、多分そうだと思う。塩キャラメルと芋っぽい。へー、あ、でも塩キャラメル。ねえ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 。はい、どうぞ。これは僕はあんまり美味しくない。美味しくない。なんか、うん、なんかおばあちゃん家の冷凍庫から出てきた。冷凍焼けした。冷凍焼けした何。なんか、うん、本当に申し訳ないけど、うん、本当に美味しくない。誰が作ったか分からんけん言い放題。そうね。味見はされてるんですか、作った人。してない。してない。してないんですか。いや本当に申し訳ない。センスないこれは。マジでセンスないこれは。美味しくない。美味しくない。ゲノゲ。ゲノゲ。なるほど。じゃあ3番いってみようか。え？まずい。まずい。なんで超えてきた。待って、お前本気で作ってるんですよね。一応みんなみんなね、うん、これがうまいかなっていう想像で作ったよ。え、どんな感じ、どんな感じ。だってやばいこれ。なんか何の味かわかんないし、まずい、うん、まずい。いもう形容できない。そう、なんか美味しさがゼロみたいな、うん、ゼロ。まずさは100。そんなにある種完璧な飲み物ってことやな。なんでこれを美味しいと思って作ったか分かんない。だからでも癖になった、もしかしてそれ。いや本当に、え、なんて言えばいいんだろうこの味。なんでこんなにまずいか解明したくなる味ってこと、うん、聞きたい、これを作った人に。なるほどね。4番、うん、4番。え、今えずいた。いやちょっとえずいたよね。大丈夫。待って、多分味がなくなってる。多分、うん、合ってないから、うん、多分中和されて水みたいな。じゃあ別にまずくはないんや、うん、そう、まずくないんですよ。なんか普通に水、なんか色、うん、水にしか色がするじゃない。だからある種、ある種天才的なあれってことだよ、多分、ね、え、うん、え、これ本当にびっくりしたの。色とは味が合ってない。え、だってタンパク質取れとるのに0キロカロリー。0キロカロリーだ。色はずで、タンパク質めっちゃ入ってるみたいな。なるほどね。なんだこれ。結構私はまずいかも。あ、本当に。なんかめっちゃ薄い泥水みたいな。え、濃い泥水は飲んだことあるそれ。ファーストとベスト決めれた。はい、せーの、1番。なるほど。いや、これは天才的。普通に味出せるぐらい。僕のイメージ、塩キャラメルと芋が入ってる。へー、全然僕はあり。トレーニング後に飲めるぐらい、はい、へー、これが唯一美味しかった。唯一。ここの3つのせいですごい輝いてるんだ。確かに。なるほどね。それはある。はい、じゃあワーストいきましょう。せーの、3番。おー、3番やんけ。やっぱまずい。確認はしたから癖になったんじゃない、もしかして。いや、なんか後味が本当にひどい。本当どんな感じなんですか、形容するとしたら。センスない。いや、味としてどんな感じなん。僕のおばあちゃん家の昔の食べ物が出てきた感覚、うん、これなんかまずいのを作ろうとしたみたいな、うん、ああ、なるほど、逆にね、合わないものを混ぜたのかな。で、あと僕ちょっとなんかこの人の僕思惑わかるんですよ、うんうん、多分チョコ系入れてるんですよ。チョコ系入れたらまあいいだろうみたいな、うん、ちょっとずるい考えがある。なるほどね。大丈夫ですか、こんな言って。いや、怖くなってきた。誰かバチバチしとるかもしれない。ちょっと好き放題言っちゃった。
誰がどれを作ったか発表しましょうか。2番の方、手を挙げてください。おー、北海道ミルクとレッドビーンとストロベリーを混ぜたんですよ。レッドビーンめっちゃ感じた。そう、僕も匂い嗅いだ時点でレッドビーンのせいで全部ダメになったなっていう気をしたんですよ。で、塩もちょっと入れたんですけど、塩味ってありました？感じなかった。あー、じゃあちょっと少なすぎたかな。レッドビーンね、なんか普通にまずかった。少なすぎたとかいう問題じゃないんじゃない多分。いや、レッドビーンを入れるっていうのがちょっと本当にマジミスっすね。はいはい、じゃあ4番いきましょうか。4番の方、手を挙げてください。あー、水、水の方薄い泥水の方本当にコメントできなかった。タロイモとスイートポテトと最後ちょびっとダークチョコ。それでなんで水になるの？本当だろ。ダークチョコは実際味薄いっすよね、確か。カカオっぽい味しか知らなかった。結構甘い甘い薄いだけでも、甘々で最後ダークチョコで少量で味を締めるという。悪くなることはなさそうっすよね、雰囲気的に。一番ね。でも薄い泥水すみません。ディアナさん曰く薄い泥水と。やばいな。1番が1位やったもんね。どっちがどうだろう。マジで1位だと思う。僕は普通に1番ハムさん、で3番リカさん。私は1番飲んだ瞬間リカさんだと思って、3番ハムさん。おいこれ、おいこれ。今の予想が外れてた方が3番の人からビンタだよね。そうっすね。そういうことで。だとしたら3番もビンタされるはずじゃないですか。まずいんだもん。確かに。なんでビンタするか。そうみたいなの作って。そうそうそう。いきましょう。1番の方、手を挙げてください。はい、よっしゃー。えぇー、ちょっと待って、さすがリカさん。全員ある。意外。なんで。いや、俺もう心が傷ついた、あんだけ言われて。もうすごいショック。本当に何とかいいの引き出したいと思ったけど、もう無理やった。何と何となりますか。スイートポテト、リンゴ、黒糖ミルクティーか。なんかそのリンゴをなんか隠し味的な感じで。だからこれ多分マイクロが悪い。いや違う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 、こんなフレーバーを作ったの。違う違う、混ぜたらそっちや。でもはいはい、私が聞いてくれる。ちょっと似てるんですよ。私スイートポテトとソルテッドキャラメルと。あ、確かに一個の違いですよね。で、あと黒糖のミルクティーを入れたんですよ。で、それに塩をね、結構ジャラッと入れたんですよ。そしたらみんながおいいわおいいわとかって言われたんです、塩が。あれは多かったっすよね。でも結果的にあの塩が結構いい。え、じゃあ俺も塩入れたら正解だったのかな。だってさっきこんがり塩入れても全然塩気ないって言ったから。全然多分あれぐらい入れた方が多分いい味を出したと思います。へー、すげー。よかった、リカさんと仲良しで。じゃあみんなビンタしちゃう。はい、みんなでつかけはビンタしちゃう。ね、いろいろ混ぜるの面白いです。そう、みんなもやってみてほしいっす。まあ、やらんほうがいいかもしれない。まあ、僕は味見してないから。そう、そうなんよ。ちゃんと試飲して作りたいっす。ちょっと悔しい。視聴者の方々はね、やってる人いるかもしれないから。うん、確かに。あ、なんか聞きたいよね。この味とこの味組み合わせたら美味しいよ。昔やってたので、ラズベリーとミルクティー混ぜたらってやってたじゃないですか。ラズベリーとなんか言われた気がする。そうそう、そういうの聞きたい。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。レモンチャンネルのハームちゃんと、アルダマンとスカケンと、ボンガリとピアナとリカさんでした。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。